だから僕は逃げないくて尻尾を振るですか、まあ、そんな気を聞きなくたっていいじゃん。やめなさいよ、車の中でそういう風にやるから覚えるんだよこれ。やんなくていいよ、恥ずかしい。バカじゃないの。可愛かった。可愛くねえの。可愛くねえだって。そんなことさせないんだよ。頭おかしいんじゃん。誰？俺だよ。俺頭おかしいよ。顔も悪いしね。そうそうそう、ババ。性格もゴミだし、ね、性格ゴミだよ、ババ。自分のことしか考えない。ほんと性格ゴミだよ。ゴミだよ、ババ。この先、事故多発地点で注意してください。早く来月なんていうかな。あ、これなんていうかな。あなたのだよ。私の飲み会なんかないけど。あるじゃん、7月7日にやるって言ってたじゃん、最有期。あ、姉ちゃんたちにでしょ。そう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 、そう。私じゃないじゃん、別に。関係ないじゃん、私。ふざけんなよ。あ。だよ。高浜台右曲がんのは。しかし、昨日の信号機はトラップだったよ。もうちょっと前行かなきゃダメだったと思う。あれね、さすがに一向に変わんないからちょっとなと思った。これ一部屋だからな、あの狭いところ。あのトラックが右曲がるって、あ、間違えた、失礼。何の前の方見てた。危ねえ。そういう受けることしてるからね。ごめん、あっちの道行って。ここがね、ちょっと問題なんだよ。一体にしてこれ、うん、お互いあれ K だからさ、ちょうど良いけど、うん、あれ K じゃない場合ってちょっとあれだよね。しようとしてチャリがびっくりして転倒した感じ。それともぶつかったか、どっちだろう。ぶつかってはないと思う。多分バンパー壊れるだろうから、見てないからわかんない。わかんない。もう証拠は全てあの車がか、あのドラレコ乗ってるんだったら乗ってるだろうから、しっかり譲ると思う。だからなんで後ろ下がるんだよ。
でもあえて慌てて降りたってことは多分ぶつかったんじゃないの。あーよかったね。はいはいはい、あ、危ない。これフェイントだよね。釣られて一瞬ふわってなりそうになるから危ねえよ。早くね、お前。でもまだトゲトゲしてるんだね。あ、しまい、よかったね。怖いね。ああいう事故は本当に。持ってて、持ってて。怖い。あれ、チャリ気をつけないよ。待ってる、待ってる。あの、俺が第2弾になったら嫌だよ。ないね。あれ、でも車やった。大丈夫だったってね。スリム板ぐらいだと、ぶつかってないんだったら勝手に自滅テントだったらスリム板ぐらいで進むと思うけど、多分事故ったってよりかはぶつかったって感じ。ぶつかったんだったらそれ事故って言うんだよ。ああ、間違えた。ぶつかったってよりかは、あの、運よくぶつかる前に済んだけど、回避はできたけど転んじゃったって。うん、そのチャリも回避しようとしてバランス崩して転倒したのかな。そうそうそう。まあ、チャリも、あのチャリだったら乗せてるけど、多分相当なスピード出してた可能性もあるから。うん。ロードバイクだし。え？でも同じ車両扱いだから別にな。これ食べていいの？え、これ食う？俺。これ、これもダメだよ。それ嫌なんだけど、袋が入れられないから嫌なんだよ、ね、汁が。すごいね、これ。1日だったら。今やめていいし。待って、あとで。うん、ね、そう、だから50円でこんな腐ってやつ。1日経った、あ、ダメだ。じーっと見つなんだ。なんか来たです、かわいいよ。かわいい、ちっちゃいでちまいよ。あ、なんか湘南って感じだよね。うん、ああいうでかいもん散歩させてる人見ると。なレトリバー2匹飼うって相当で家でかくないと無理な話ですよ。正直大型犬マンションで飼ってる人ってちょっと無理あるなって思ってる。レトリバーがなんか卵を盗み食いした時のあの対応かもしれない。口の中ポワ、あれやらせでしょ。あ、やらせか、やらせでしょ。口に入れて待てさせて出させただけでしょ、ね、かわいそうだよ、あれは。さすがに食べちゃいけない分あんの卵って。うわ、この件朝からデッドヒートしてさ、パッと見かわいい動画なんだけど、でもなんかああいうのってやらせだろうなって。じゃなきゃ撮れないじゃん、あんなの動画で。まあね、湘南ペイで湘南ペイバス清少バイバス、これ港オアシスって一回も行ったことないよね、うん、ちょっと気になるよね。どうした君ら、急にみんなスーってこっち来た。お店に行け。
た方面です。ムーフが捨てたんです。ああいうの押せるね、ああいうオーナーさん、なんか生きてなくて真の金持ち感強くね。まあうちらもチャリーも危ねえけど、バイクとかもね、車線変更とか気をつけなきゃね。清浄バイパスだよ。下のバイク昨日のやつじゃねえか、下の似たようなタイプのやつが出しすぎる。およそ1キロ先、左方向、二宮、大井と西出口方面